ここまでが、まあ、はい、猪熊さんが見ていた、何を見ていたか、うん、ニューヨークでどんなことを感じていたか、ね、っていうことで、この次の部屋に来ると、そう、今度それを自分の見ていたものを今度頭の中でいろいろこう培養させて、うん、どう作品として生んでいったのかっていうことがここから始まりますけど、この写真、はい、僕大好きなんですよ、はい、これ多分今回の一番人気の写真だと思うんですこの写真を使った理由は、このウィラードって後ろに書いてあるんですけど、うん、その猪熊さんが20年ニューヨークに住んで一番おそらく感謝したのはこのウィラードギャラリーなんですけど、うんうん、そこで10回定期的に2年にほぼ1回の、うん、あの感じで個展をしてたんですよね、うん、だからこうその前であのご夫妻で写真撮ってるっていうのが、うん、52歳にしてニューヨークにデビューした晴れ姿じゃないけれど、そういうちょっと晴れ晴れとした感じのいい写真だなと思いますけどね。1956年1月30日にマリアン・ウィラードに会ったって岡本さんも書いてますけど、そこから彼の本当のニューヨーク時代が始まったって感じなんでしょうね。そうですね。いや、だからそのウィラードに決めるにあたってのいろいろなことっていうのは猪熊さんの日記に書かれてるんですけれども、なんかそれを読み始めると、そのパリに行く前にちょっと興味があったからアメリカに寄ったっていうふうにさらっとなんか書かれてるものもあったんだけど、やっぱりニューヨークでも自分の作品を見せたいっていう気持ちはで、うん、出かけてるんですよ。日本を立ってるじゃないと、わざわざ回っていかない気がするんですよ、うんうん、やっぱり様子見るだけじゃなくて、うん、ちょっとおっかなびっくりじゃないけど、うん、ニューヨークっていうところにもなんかすごい興味はあるっていうのは、そうですね、うん、それでそのニューヨークで見てもらおうと思って、うん、絵を出発前に、うん、送ってるんですよ。送ってるんですよね。そうそうそう。でもその絵が着いた時に、こうもうニューヨークに、うん、ニューヨークで1ヶ月ぐらい経ってるから、このスタイルじゃないんだよみたいな。そうそう。これじゃダメだっていうふうに思って、もっと大きな全く違うものを描き始めたっていうところが、なんかすごいな、50歳過ぎてるのにっていう。あとやっぱり、すごいすぐに好きになっちゃったんでしょうね。もうこの街に住む、もうこの街の方が絶対面白いとすぐ分かっちゃったんじゃないですかね。そうですね。そう、それでそのニューヨークで描いてた絵の変遷みたいなものを変年体で見せるのが多分いわゆるこう親切な美術展だと思うんですけれど、ここでは思いっきりこう絞ってるっていうか、そうですね、はい、絞り切ってますね。そうですね、 ある意味ミニマリズムですよね。そうそう、これこうニューヨークで見つけたこう一つのパターンで描かれたもの、うんうんうん、まあほぼみんなそれなんですけれど、うんうんうん、でもこれがその最初に見ていただいた入り口入ってすぐのモノクロ写真、うんうん、ビルの谷までこう鳩っていう写真の両側にあるビルの外壁につけられた非常階段みたいなものが、もしかしたら、もしかしたらですよね、もしかしたらあれだったんじゃないかなっていうふうに思って、これがなんかまあ獲得した、ニューヨークで獲得した自分の新しい絵なんだってすごく強く思ったのではないかって勝手に思い入れて、もうその辺に絞りましょうっていう話をしたんですよね。いや、このセレクションは素晴らしいと思いますよ、うん、だってニューヨーク時代20年で振り返るって言ったら、大体はその20年をこうちゃんと均等に分けて、こうその移り変わりを見せるっていうのが、まあ常套手段なんだと思うんですけれど、これではニューヨークに行ってそうですね、確か1回目の展覧会の
DM にも使われてるくらいだから、うん、多分これはニューヨークでの新作の だったと思うんですけど、はい、こっから始まってどんどんこう、これが60年代だったと思うんですけど、うん、でこっちはこの後ですもんね。そうですね、この緑とグリーンのやつ、うん、これは岡本さんのアイディアだったんですよね、この青と緑を。ああ、はいはいはい。いやだから こっち側が割とグレーっていうか、黒と、まあ、グレーとかブルーグレーとか、うん、割とニューヨークの、うん、これがニューヨークのその建物、うん、高い建物の間をこう歩いてる時の気分なのかなと思って、うんうんうん、でまあグリーンはセントラルパークで、うんうん、ブルーはこう見上げた時に見える青空みたいな、まあ自分の中ではそう思ってまあここはニューヨークだと思って歩いてくださいっていうふうに思いながら組み立てているの で、まあランドスケープっていうことは外の風景なので抽象ではあるんですけれど、僕は確かにこれはもう風景画なんだろうなっていう気持ちで見てますけれど、純粋な抽象っていうような感じじゃなくて、やっぱり猪熊さんがニューヨークで見ていたものっていうのがだんだんその自分の絵に何だろうなこうしていくうちにいくプロセスでこういう絵が生まれていくっていうことは、うん、こう全くこう何だろうそのモンドリアンみたいな感じでこう純粋な幾何学アートをやってるわけではなくって、うん、やはりニューヨークっていう街を好きになった猪熊さんが生み出して生み出したこの絵っていう意味では、うんうん、そうだから純粋な抽象画とは僕はちょっと思えなくって、うん、それがいいとか悪いとかじゃなくって、うん、猪熊さんのスタイルなんじゃないかなっていう気はしますけどね、うんうんうん、なるほど。でここのフロアというか床に置いてるのが先ほど話に出たウィラードギャラリーで、やった10回の展覧会の、うん、招待状 DM ですよね。そうですね、これもよ展示できてよかったですよね。そうですね、別なテーマの展示の時に、うん、全てじゃなかったんですけど、うん、見る機会があってあったんですね、はい、うんうん、でああなんかかっこいいなと思って、かっこいいんですよね、どうせなら全ての回のを見ていただきたいなというふうに思ったので。昔はこの手作り感がいいですよね今みたいにこうデスクトップみたいな感じのコンピューターで簡単にできちゃうんじゃなくって、やっぱ切り貼りしながらとかのやつなんで、その文字の感覚とかも割とこう厳密じゃないし、そうですよね、そこが逆に猪熊さんとかにはよく合ってるというか、うん、いやだからそのちょっとテーマと外れるんですけど、うん、今街を歩いててこう、まあ、看板だったりを見るときに、はいはい、昔は全部手書きだったから、うん、それぞれの個性ってものすごくあったような気がするんですけど、ね、看板でさえもこうアーティスティックな感じというか、そうそう、うん、今割と ね確立化されちゃって、そうそう、あここに今岡本さんが手で持ってるやつが出てきたん で、ね、そうそうね、まあどれも好きなんですけど、これが何年67年の招待状というか、招待状ですよね、はい、それをそのままタブロイド紙に、印刷してるんですけど、これは本当に真上から見たマンハッタンに見えたんですよね。でこっちがマンハッタンにしか見えないですけどね、うん、裏側がこれは猪熊さんが、結婚しためい夫妻のためにニューヨークに行くって、ここに行った方がいいよみたいな感じで、そう言われて手書きでここに行くといいよっていうおすすめをこう書き込んだ、その書き込みもそのまんま印刷してあるものなんで、まあ実際に今もあるかどうかは別にして、うんうん、もう猪熊さんに案内されてる気分で、そうですね、これがだから入り口のところで、うん、無料でこう配布されてる、そうですね、
これの存在は知ってたんですけど、はい、もっとびっくりしたのが、うん、あのそうですね、もっとびっくりしたものがありましたね。もっとびっくりしたものがいっぱいあって、はい、こういうものも全部撮っていたんだっていう。でもこれもそのウィラード の、うん、の DM とかチラシがあったからこその展示でもあるんですけど、うん、これはだから何かっていうと、まあ、ここにウィラードギャラリーって出てきますけど、これ他の人の、作家の DM を猪熊さんは全部撮っていたという、うん、そうなんですよね。これがまたすごいです、うん、すごいんですけど、これもですね本当は一点一点見せたいんだけど、見せたいですけどね、どれをどういうふうに選んだらいいの、どんだけあるんだっていうぐらいにすごい、すごいものが。それでなんかだったらこうどんだけの数のギャラリーからどんだけの分量のものをもらったんだっていうことが、それをちゃんと伝わればいいかなっていうことで重ねた状態で見せてるんですけど、そうこれはだって僕らが見させてもらった時の状態は できるだけその状態で展示しましょうっていうアイデアだったんで、最初に見させてもらった時もこんな感じでギャラリー別に積み重ねてあるやつを、うん、あの見たんですもんね、うん、で僕らもそんなに全部をちゃんと見たわけでもなくって、うん、でももうちょっと見させてもらうだけでそれぞれがもうすごいんで、うんうん、こういう見せ方でやっぱし良かったのかなという気がしますけど、でもこの下を絶対見たいっていうデザイナー志望の人たちはいっぱいいると思うんだけど、なんて不親切なんだって思われてますよ。そうそうそう、ただこれとかこれカルダーだけど、うん、これがタダでこうガンガン配られてたっていうのがすごい話ですよ ね。確かに贅沢な時代というか、うん、これもそうですよね、クリストとか、うん、これだけで もうかなりのなんかこう見る、うん、なんていうかこの作品もですけど、グラフィックの面白さとか、うん、やっぱり今の感覚でなかなか生まれてこない、うん、あと紙とか印刷の、うん、とかシルクスクリーンとかも平気で普通に使ってるから、うん、結局もう、うん、版画みたいなもんですよね。そうですね。であとこうスタンプを押しちゃって、そうそうそう、結局メールでこう、インビテーションが来るんじゃなくて、あのいわゆるスネールメールで届くんだなっていうこととか、うんね、紙に印刷してあるから古くなってシミが出てたりとかするんだけれども、うんうんうん、まあそういうことも含めて、うん、なおこういう時代のニューヨークに生きていたんだなっていうのがすごい伝わりますけど、うん、あと猪熊さんは例えばこのクリストとかもあの、うん、仲良かったし、うん、この高齢ロバート・ロッシャンバーグですけど、ロッシャンバーグとも仲良かったし、うん、カルダーの家とかも行ってるし、うん、基本はただ持ってるだけじゃなくて、もう友人の展覧会の招待状だった、ね、ジャスパー・ジョーンズとか、だからそこもなんだ、ただこう、うん、1階のこの、あのアート好きの人の、うん、が招待状を集めてたっていうわけじゃなくって、うん、やはりその友人関係、交友関係をここでまたなんかもう一回、うん、おさらいじゃないけど、うん、そういう見え方もしてくるんじゃないかな、うん、そこもあのタブロイドに書いてあるので、うん、その招待状もただ見せてるわけじゃなくって、うん、その猪熊さんの交友関係の広さみたいなのを感じられるかなと思いましたけどね、うんうんうん、ここもまたね、ここもまたねすごいですね。これだけで展覧会ができるかもしれないっていう、いや本当にまたこの量がこんだけあると、うん、やっぱし猪熊さん面白いのはやっぱこういうのをこう、うん、まあ、何も意識はしてなかったと思うんですよ、別に撮ってて何になるわけでもないっていうアーティストとしては、うんうん、ただなんていうか時代がもう何十年も亡くなった後にもう何十年も経ってるんですけど、うん、こうやってこう自分の作品でもないんだけど猪熊さんに向けて送られてきた、来ていたその印刷物とか招待状とかが、うん、こうやって見せることでまた猪熊さんの姿っていうのを、うん、浮き立たせるっていう感じもしますよね、うん、だから、うん、だってこれも猪熊さん基本的には見に行ってるショーじゃないですか、うん、全部が全部じゃないかもしれないけど、うん、基本的には猪熊さんがニューヨークで住んでて送られてきて、うん、でオープニングにも行くだろうし、うん、
あの招待状の面白いのがあったらやっぱし見に行こうかみたいな感じで見に行ってたと思うんですよね、うんうん、でもそれもそれを考えればやっぱこれもやっぱり猪熊さんのニューヨーク時代っていうのはすごくこうあの映し出してるというか、うん、反映しているなっていう感じはしますけどね。そうですね、はい、本当の猪熊さんが等身大がいて、そうそう、なんかこれもね別な展覧会の時にあの作られてそれが飾られてるのを見たことがあって、あ、そうなんですね、うん、でそれと僕がその時に連れてった友人がこう並んでるような感じの写真を撮った記憶があって、はい、この展覧会の準備をしてる時になんかこれがあの倉庫のところに置いてあって久しぶりにこれを見ていやどうせならやっぱり本人がどうだったっていう感じで、そうですよね、こうそこに立ってるっていうのがいいのかなと思って、ちょっとこれを置かせてくださいっていう、でみんながこれであのツーショットとかね、ね、撮ってくれたらいいんだけどなと。こっからカフェに行かないで、そうそうそう、この隣の細い普段はあんまり使われてないと聞いてますけど、ここも通路を見て欲しかったんですね、はい、まあ、なんかこうすごくこの細長いちょっとこう天井も低くって通路みたいなところにこのやっぱしグラフィティ、今でいうグラフィティ、要するにこう壁を撮った写真っていうのを、やはりもうこれだけこう撮ってるってことは猪熊さん相当これは自分のなんかこう何かになるって思って撮ってたと思うんですよね。何かになるっていうイコールその自分の絵とかにこう何かこうヒントになるとかっていう気持ちで絶対撮ってるわけで、そうですね、これなかなか見ないですよ。なんかこういうことをすごくこう、こんだけたくさん撮ってる人ってそんなにこの時代いなかったんじゃないかな、ね、あんまし分かんないですけど、こういう写真集ってそんなに見たことないので、これ以降に例えばこの猪熊さんがニューヨークから離れた後ぐらいからグラフィティアートっていう、要するにキース・ヘリングとかバスキアたちが出てきて、本当にこうグラフィティっていう、要するにそれもアートだよっていう時代になったんだけど、この時代はなかったですからね。そうですね、これをアートだと見る人はいなかったわけで、それをこう随分前から撮ってて、でこれがやはり、なんかこう自分の手記にも書いてるけれど、すごくやはりこういうところがニューヨークらしいって書いてますもんね、あのこういうところっていうのはそのストリートのそういうところでもなんかこう美しいというか、確かに日本ではこういうグラフィックあんま見ないですもんね、要するにまあ、壁自体がまた違う感じだし、それもあるし、あのすぐ怒られちゃうんじゃないですか。怒られたら綺麗にされちゃうっていうか、だってこれとかもどんだけのなんかレイヤーが剥がされてはこうかか、また貼られて、またそれが
その上からまた貼られて書かれてっていうのが、ね、もっと綺麗に剥がしますよね日本だったら。そうですよね、確かにね、うん、あとこういうこう一文字の F だけとか、うん、何なんだっていう、逆にこうその写真を撮ったことで考えちゃう、うん、考えさせられるというか。そうですね、そう、うん、あとそういう視点っていうのが、うん、やはりこうなんかこう常に何か、うん、絵のヒントになるものを探してたんだろうなっていう気がします。そうですね、ここにカーズもあるし、ね、そう、これカーズですよねバッテン2つ。ここは岡本さんが、一応セレクトして並べてくれ、うん、くださったわけですけど、うん、ここはブルーセクションですよね。そうですね、うん、そうなんです。だからこういうもののになんかこう自由さみたいなことをやっぱり感じてたんだろうなっていう、うん、だからその高尚な美術館で見るようなアートじゃなくて、うん、こういうニューヨークのストリートで、うん、本当に名もなき、うん、その若者たちが残すなんかその生きた証じゃないけど、うん、こういうのをこう拾い上げていくっていうこと自体のその視点っていうか、うん、彼のそのまあなんかそこにすごく愛情を感じるというか僕の、うん、なんかそういうのが、まあ、作品にとなって出てくるっていうのがやっぱし、ねうん、これがパリだったらどうだったんだろうっていう気がしますけどね、うんうん、なんか違う感じのアートになってたんだろうなという感じがしますけど、うんうん、やっぱパリっていうかフランスはその自分が死と仰ぐ、うん芸術家たちに会いに行くっていうことも一つ大きな目標だったと思うので、やっぱりニューヨークは全然違いますよね。やっぱり自分との、うん、自分の中から生まれてくるものが、はあうん、本当のアートだって気づいたっていうか、 そうですよね、もうそれしかないっていうので、うん、で自分がニューヨークの街をもう見て見尽くして、うん、それをなんとかこう自分のアートで消化していくっていうか、うん、アートにしていくというか、うん、だからパリ時代は確かに素晴らしい作品もいっぱいあるけれど、うん、振り返ってみるとやっぱそのニューヨークに来る前のこう前哨戦じゃないけど、うん、そういう感じはしますけどね。そうですね、まあでも普通はやっぱり50過ぎてて、もう大きな仕事もいくつかしてるし、そのキャリアをゼロにして、ある意味捨ててきたようなもんですからね。またもっと新しいことをセットバックしてゼロから始めちゃったっていう、考えないと思うんですよね。普通はね、だって日本にいたらもう全然こう、うん。大先生様でずっと、うん、あの言葉悪いけど、すごいこう、うん、高いところにずっと居座れるわけじゃないですか。うん、そうですよね。でもそれを全て、一応こう日本に置いてきて、うん、で日本で描いた作品は全然ダメだからっていうんで、うん、書き直して新作展示のをずっとやり続けたっていうのもやっぱし、やっぱそこの真剣度、やっぱ それぐらいしないとニューヨークでは太刀打ちできないって絶対思ってたんだと思いますよね、うんうん、あとね、やっぱりね、すごい歩いてんだなっていうこともね。そうですよね、これだけ見ても、うん、多分ほとんど違う日とかに撮ってたりするわけだから、うん、なんか常にこうカメラを持って、うん、いろんなところを歩いて気になるものはこう記録しておいて、そうそうそう、点数とか僕分かんないですけど相当取ってますよね、うんうん、だってあの8ミリの映像だけでも数すごかったということで、うんうん、このスチール写真なんかってもっといっぱい撮ってるわけだし、うんうん、ここがやっぱしニューヨークを散歩どころかもう真剣にこう、うん、こうなんか餌を求めるこう野良犬みたいな感じでいろんなところを探りを入れて撮ってる感じがしますよね、うん、でここに最後なんですけど、ね、あの8ミリを撮ってる同じ多分帽子だと思うんですけど、はい、そ
この感じが一番最後にもう一回リピートして出てくる、映り込んでるっていう、そうですね、はい、なのでここで一応、はい、終わりになりますよね。はい、皆さん楽しんでくれるといいですけどね。皆さん楽しんでいただけると嬉しいです、はい。